昼のバーツラフ広場北西から南東に伸びるバーツラフ広場。バーツラフ広場はチェコ共和国プラハにある広場である。大通りと呼んだ方がふさわしいかもしれない。プラハのシャンゼリゼとも言われる賑やかな場所である。北西から南東に伸びる約700メートルの縦長の空間である。広場の周りは古い建物を利用したホテルやオフィスのほか、ブティックやファーストフードの店もあって、若者を集めている。南端に国立博物館と聖バーツラフ像があり、そこから北へ下り坂が続く。カレル王の時代、プラハは大規模な拡大が行われた。その拡大に合わせて市場のための広場も設けられ、この広場は東小馬市場と呼ばれていた。19世紀にプラハが爆発的な発展と近代化を進めるようになると、広場周辺の再開発が始まり、現在まで残る建築物が建てられるようになった。広場の両側に建っている建物の多くは19世紀後半から20世紀初頭に建てられたものである。この広場がバーツラフ広場と改名されたのは、1848年のカレル・ハヴリーチェク・ボロフスキーの提案による。この年、民族主義者の呼びかけによって、広場にあった当時のバーツラフ像の元に集まった人々が軍隊と衝突していた。チェコの民族主義の伸長に合わせて国民博物館やヨゼフ・バーツラフ・ミスルベクのバーツラフ騎馬像が設けられるようになり、以後この広場はチェコ市の節目節目に必ず登場するようになった。1918年、バーツラフ像の前でチェコスロバキア独立宣言が読み上げられ、帰国したトマーシュ・マサリクとチェコ軍団は広場を行進した。1968年、いわゆるプラハの春において、広場、ナカンズク像の下で、人々がデモをし、演説をした。ソ連の介入によって、ソ連軍の戦車が広場に入り込む事態になり、抗議するヤンパラフは、バーツラフ像の下で、焼身自殺を行った。1989年のビロード革命の際も、人々はここに集まって、ハヴェルを城へと叫んだ。現在では、アートの野外展覧が行われたりしている。ありがとうございます。